野木町は、栃木県の南の玄関口とも呼ばれる、下津賀郡に属する町である。北に位置する小山市や、南に位置する茨城県小賀市との交流が盛んである。通勤率は、小賀市へ18.8%、東京都特別区部へ13.1%、小山市へ12.4%、関東大都市圏に属する。もともと農業が盛んな町であったが、東京より、 約60キロと比較的近い地点に位置することもあり、近年は都心方面のベッドタウン化が進んでいる。また、有料な工業地としても発展を続けている。森政子が町参加と温度の歌唱を担当している。江戸期には小川藩に属し、古川の三宿の一つ、日光街道の野木軸として発展を見た。しかし領域は、 古くから泥湿地であり、なかなか人口の集積は起こらなかった。東北本線の野木駅ができたのも1963年と、同線の中では歴史が浅く、かつては陸の孤島と呼ばれたほどである。野木ローズタウンの分譲が開始された1980年代からは、野木駅やローズタウンを中心に、東京方面への通勤者を抱えるベッドタウンが形成されている。 平成17年国勢調査に基づいたデータでは、栃木県の市町村で唯一東京都市県に属すなど、雇用の都心志向が見られる。なお、平成22年国勢調査に基づいたデータでは、小型市圏に組み込まれている。栃木県内の自治体で、1889年の町村政志向以降において一度も市町村合併を経験していないのは、2020年現在では、 野木町だけである。出典野木町市歴史編、P880、修士の水耕斎残中の水町内全域を、小山警察署が管轄。1985年4月1日より、常備消防事務を小山市消防本部に委任し、同本部が町内の消防を担当している。中学校小学校郵便番号は、329から 01XX が該当する。 集配局は町内全域が乃木郵便局の管轄となる。郵便局町内全域が小賀 MA の管轄となり、市外局番は0280。収容局は以下のビルが該当し、市内局番は以下の通り。町域内にはバス路線は存在しない。ありがとうございます。